偉いな、ボコボコ。たっしゃん。はい、ということで、今日もですね、格ゲーをやっていくんですけども、デッキはですね、こちら、バルキリーホグですね。波形強化やな。波形強化を使っていくんですけど、まあ、このマイティがテンプレなんですけど、まあ、マイティの奥をね、バルキリーにした感じですね。マイティの代わりといえば、バルキリーぐらいしかないですね。バルキリーで、まあ、クエイクのとこ5。やっぱクエイクって、レベル、俺12なんですけど、まあ、その基本13、14なんですよ、スケがね。スケルトンが。だから、こう一発じゃしょれないんですよ。だからクエケちょっと渋いなと思って、まあセズに対しては強いですけど、まあその他に対して渋いなと思ったから、だったらまあファイボでよくねと思って、うん、やっぱ格上ってネクロ、ウィザードとか、ガゴムレとか多いから、やっぱファイボがね結構ね生きてくるなということで、まあファイボ勝たせて、でデリバリーでこのもう防衛ガチガチ音ガチムチよ、こんな、まあまあデリーのところはコウモリとかファイスでもいいと思います。でもデリーの方が防衛が硬いですね。はい、まあということで今日はこちらを使ってマルチやっていきます。はい、まあでも、まあ、波形キホグっていう形が強いんですよ、結局。まあ、その、まあ、中身は、なんでもいいんですけど、その、基本的にやっぱ、ホグと2種、2パターンあるんですよ、攻めが。だから、まあ、こう、ホグが入らなかったら、波形攻めれるみたいな。で、波形キャストなかったら、ホグ入れるみたいな。結構ね、まあ、そういう動きできるから、割とね、マジで、この2種が強いんですよね、っていう感じですね。さあ、縦線来ました。縦線か。まあ、これ、縦線珍しいですね。まあ、あるあるですね。はい。ウィザードはまあ、あるあるなんで、もうこれ5打ってあげましょう。まあ、打ってあげて、まあ、ただ丸太がないんで、ちょっとここ嫌だね。一発いけ。おさわりいけ。おさわりいけ。なるほどね。あ、でもこれは美味しい。あの、デリバリーでいけるんで、まあ、デリバリーでね、ヒューってなって、5来たらほんまあかん。ほんまあかんで、5来たら。わあ、えぐ。で、真ん中つってあげつつの、頑張ってもろて、召し上げて、さあ、でも相手ここでね、多分ペッカミニペ切ってるから、ここ普通にきついと思うんだよね。でもなんかメガネとか出てきたりしそう。わかる？こうメガネときそう感あるよね。あー、ないね、これ。多分達戦だね、遅れて。さあ、マスケ、しょれるかな？うわ、偉お前。偉いな、マジで。これもう悪気ですね。偉いっすね、今の。今のしょれたん偉いね。2個差やったけど、さすがにいけるか。まあ、マスケの強いところっすね。まあ、これ多分さっきみたいに相手ウィザードで受けるんかな。もしくはまあ、無視とか。まあもしくはもう一枚新しいの中で出てくるウィズですね。オッケーオッケー。まあ美味しいですね。これ一発いきそう。あー強っ。まあでもデリバリーね、しょれるんで、まあ基本まあその後ろ、前に縦ユニットがついてなかったらデリバリーでまあなんとかなる。オッケー。さあウィズ切ったから、ここ波形切っても良さそうですね。これなんかあるんかな、わからん。でもウィズ切ったから普通にシンプルにきつそうだけどな。ペッカとか真ん中で受けてくるんかな。そっか。えぐいに来た。その位置いかないの？その位置行かないの？びっくりなんで、その位置行かないの？ガチっすか？ガチ？マジスカ学園やで、それ。マジスカ学園とか懐かしくね？やばくね？マジスカ学園とかみんな知ってる？今の時世の、やばい、これ2発行くんじゃねこれ。うわ、危ね！危ね！耐えてくれたわ、とか、ウトルネやったな、なんか、いかついな、相手のデッキ。相手のデッキがついな、とか、エリキやったな、そういえば。エリキやったな、はいはいはい。あ、でも入った。エラー。それ入んの？エラー。マジで。エラー。オッケー、オッケー。いや、マジスカ学園とか懐かしくね？めっちゃ懐かしいじゃん。AKB の、なんか、番組やったよね、確か。いや、懐かしい。マジスカ学園やべえな。みんな知ってるかな？まあ、僕の世代の人やったら多分知ってると思うけど。もう、僕の視聴者結構若い子多いからな。お、入りそう、これ。入りそう。いけ！一発！あ、一発！あー、できえ！できえ、その一発、マジで。マジでできえ。相手のデッキがつね、ペッカミニベースパーキーだよ、これ。いや、もうこれ、防衛破棄ですね。防衛破棄取っててあげて、防破最強だから、マジで。防破しとけば、まあ、基本、なんとかなる、マジで。であれ、5打っといてあげて、まあ、多分、破棄とね、あれで多分、しょれるんで。いや、そうですね。パーンプラスの、まあ、あれで、なんとかなるんで、これ、多分、なんとかなるんで、マルタとかでね。はいはいはい。いけますね。で、まあ、これは、バルキリーじゃなくて、デリバリーでしょってあげて、さあ、デリバリーが、あー、やばい。そのトルネがうまい。ただ、破棄が、えらい。いや、マジ、その破棄、えらい。で、トルネもあれも切ったけど、ここスパーキーがあるんで、ちょっと怖いんで、まあ、5から入りますか。5でちょっと前見にやることによって、はい。おさわり。いや、でかい。でかいっすね。このダメージ。さあ、ここ、防衛ホグ行きながらの、さあ、スパーキーまで出てきそう、これ。いやー、そうっすね。美味しい美味しい。いやー、めっちゃ出ていくやん。めっちゃどっか行くやん。見てみる。2発熱っ？お前、熱すぎやろ。その2発はやばい。いやー、やばいの来た、やばいの来た、みんなどうしよう。これ守れるかな、これ守れると思う、みんな。やばくね、この形見て、この形、この形、ペッカスパーキー来た。ペッカスパーキーの形来た。うわ、ペッカスパーキーウィザードまで来た。いやー、もう全部いけ。全部でもこれデリバリーファイブで飛ぶ、多分。やべえ。
おい最強やんけ。いやマジデリファイブの何破壊が強すぎてさ、やばいマジでやばい、これ絶対止めれんっしょ相手。いやもうこれは相手も泣いてるわ、はぁって言ってこんな守れつおんの言うてるわ。いや強デリファイボーあれが強すぎるなあ、と迫撃が、いやいいねやっぱり、うん強いわ、うん、めちゃくちゃ強いよ。いやあの形なんか守れたもん、全部ファイボーデリの餌食になってたもんな、美味しいな固めだしね、うん、やっぱデリバリーってああいうのに対してめちゃくちゃ強いからな、固めだしに対してめっちゃ強いからな本当に。さあこれはワンパンできるから多分、どうできる、13もできなかった、先行しちゃった、そのせいでボーリー、うん、ボーリーしかも速いしな、ボーラー出す速度速いしな、めっちゃ一発 OKOK 今の速かったな、普通に、うん、マルチの上位ぐらいのやつらぐらいのスピード感してた今ボーラーのマジでクソ速かったな出すの。いやーでもねーバルキーしょれないんか、しんどいな。でもこれマルタでしょれるんでね、マルタではでもしょれますねこれ、おいしょこっち、あー行かない、やばい、まあ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 どの道やな、うん美味しい、あーこれ丸太切りてえけどな、これ丸切り必要、絶対絶対入るもん、そうっすね、危ない危ない危ない。さあこれ延命仕上げて、まあネクロマジで強いんよな、ほんとネクロガチ強いんだよな、だから丸太切ったからマジ全然あいつ来そうなんだっけ、マイプリが来そうなんだよな、丸太切ったらこれ絶対来るじゃん、絶対来るじゃん、え来そう、いやこうへんのかー言って、まあでも構えてたら一発押されるからね、うん。でここ多分まだあれが回らないんで、何やったっけ、ボーリーが回らないんで、あと1枚な、回ってました、あ回ってました、ごめんなさい、あの回ってました回ってました、ほら相手うまくね、えマジでボーラーで完封してくんのやけど、普通にうまい、ボーラーで完封するの結構難しい、早めに出さんといけない、マルチ上位プレイやんこれ絶対マジで普通にうまい、俺マルチ処理でしょ多分、13それるでしょ、いやそうだよね、13恐れるよね、 OKOK でかいでかい、はいはいはい。で今相手何やったっけ、エレキあったよな、エレキあったでボーラー切ってるからここちょっとキツにとっちゃいますん言うて、あーネクラあったそういえば、あしかもホグもあったよな、なんかホグもあったな、そういえば、うん2発熱い、しかもそれ射抜く、いや射抜く、射抜いて射抜いて、もっと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 、うん耐えるその残るのやめて、これホグ来るだけでちょっときついって、あ来るよな、分かってるよな、お主分かっとるよな言うて、よいしょ、はい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 、まあデリバリーが強いですね、デリが強い、オッケーいいねー、ね、多分相手ボーラー、そうだね、ボーラーから入るから、まあ、どうやらな、相手スペルあるんかな、なんか今のところスペル見当たらないんで、ちょっとケツマスケしてみますね。これでファイボとか飛んできたらちょっとめんどくさいけど、まあ、ここはボーラーってなる、バルキーでこうやってあげて、で、防衛ホグしといてあげて、はいはいはい。で、相手、あー、なるほどね、スケーブあるんか、一発、あー、まあ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 、あればこれ入りそう、ボーラー。まあいいや。まあ、一発ぐらいかまへんよって。一発ぐらい。あ、これファイブっすね。これファイブってあげて。でも相手なんかスペルなさそうですね、本当に。相手スペルなさそうなんで、マジで。マジでなさそう。さあさあさあ。はいはいはい。これは全部処理るんじゃない？こっちおいで。おっ、キュッキュッキュッ、でかい。いや、でかい。いや、しかもでもこれボーラーに行くんからどう？一発？まあまあ。え、なんかこれ入りそう。やばい。危ねえ、マジで危ねえ。ガチ危ねえ。これ丸太でしょってあげますか。丸太でしょってあげて。さあさあさあ、美味しいですね。さあさあさあ。はいはいはい。はいはいはい。あー言うて。はい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 。はい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 。さあ、これはバルキリーがね、めちゃくちゃ美味しいですね。バルキリー、ああら、まあ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 。言うても相手スペルないからね、これ。うん。あらんで、はいはいはい。これは5打ってあげて、あ絶対スカッシャーこれ。ごめんなさい。スカしました。当たってました。分かった分かった分かった。これ丸取ってあげて、よいしょ。はい。もうやけにしとけば、もうか勝ちでね、これ、正直。相手多分スペルないんで、もう防白しとけば、相手一生きついっしょ、これ。絶対きついで、これ。はいはいはい。攻めてくるの美味しいね、そこ。そこ攻めてくるの美味しいね。さあ、これはバルキーで、しょってあげて、で、多分ね、ボーラーが来るんで、そうですね、ボーラーが来るんで、あー、これファイブ切りたいけど、ここっすね、ここに切ってあげますか。前目に切っといてあげて、はいはいはい。で、防衛迫撃ですね。もう防衛迫撃しとけば多分勝てます、これ。間違いなく勝てます。防衛迫撃で勝てます。うん。防衛迫撃しとけば勝てます、これ。間違いないで。これはもう本当に間違いない。防衛迫撃先ほどなんで、もう。あれ、なんかスペルないんで、もう、これだけで相手はね、もう、はー、どうしようか、言うても。ラクシャ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 で、サウルンズーライン言うてますわ。はい。これでも入りそう。ああ、なるほどね。ああ、ちょっとめんどくさいね。ちょっとめんどくさいね。ちょっと延命しといてあげて。はいはいはい。うわー、ちょ、迫撃置きたい。めっちゃ迫撃置きたい。オッケーオッケー。置かしてくれて。はいはいはい。
さあ相手ずっとね美味しいですね。まあこれがある限りはねマジで入らないんでね、ホグはマジで入らないんで、さあネクロがちょっと入っていくと痛いね。でも逆さやからね、ここを攻めてあげますか。ここ攻めホグ行ってあげて、攻めホグじゃない、攻めハク行ってあげて、相手ね破壊のはあのホグ入らないんでね、もう破壊でいいですね。これ破壊、破壊でバチコリ行ってあげたいところはあるんですけども、思ったよりもなんか思って渋い。これ破壊で釣ってあげて、さあこのマンジ固めを、さあこの 2枚マスケットおるからな、これもう最強よ。2マスケットの火力やばいからな、ガチで。で相手あの今あれ切ったから、なんだっけ、あのボーラー切ったから、ここのホグ受けないんだよ。あったわスケバンの忘れてた。でも迫撃が入って、はいタイムレークで勝ちと。オッケーオッケー。まあまあまあこうね、やっぱ迫撃ってこもりが強いから、うん、やっぱこう攻めるだけじゃないんだよね。迫撃ってマジこもったらもうマジ防衛カチカチだからな。まあだからね、結構ね防衛迫撃強いんだよね。本当に防衛迫撃マジ世界一強いよなんかだってもうユニット出すたびにもう迫撃がパーンとかやって、スポンって、相手メガナイトって名前してる。でもなんか矢の雨あったな、今バナーになんか全部見てなかったけど。さあよろしくと、はいはいはい、アイスピ、うわー怖え、高回転来るかな。26嫌だよ、26やったら勝つかなこれ、多分勝つくせえな。こかつだったらまあ勝てるかな多分。こつだってのね、こつなんかな、なんやろ、これ当たる、当たるんだ、その1。あー、これ丸太でいいや、丸太ショットあげて、多分こかつですね。なんでバレルに、あいつ構えときたいですね、デリバリー。デリバリー構えといて、構えときたいですね、これ。来ないですね、来ないですね、来てほしい、めちゃくちゃ来てほしい。あー、じゃあ逆線いきます。これ、ナイト切ったんで、相手ここの上普通にないっすよ。あの、多分ね、達戦とかじゃない。ロケットか。あー、ロケットですね。オッケーオッケーオッケー。まあ、全然いいですね。あー、これはもうバルキリーでしょってあげて、はいはいはい。バルキリーで、このナイトごと一緒に行けるんでね、お得。いや、入りすぎやろ、お前、マジで。どんだけ入るんて。まあ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 。で、回ってるかな、多分アイスピキって回るんじゃない、これ。どう、アイスピキって回りそう。回ってた。ごめんなさい。回ってました。まあいいや。どの道アイスピキって回るなら、まあまあ、どっちみち入らへんしな。うん、ここ、マイプリ来そう。うん、だね。うん、ここは丸太で、丸太じゃない、デリバリーでしょってあげて、さあ、ここね、あの、破壁行ってもいいですね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ行ってもいい。ただ、相手がまだね、ギャングか達戦か分かってない、ちょっと怖いですね。ギャングだったら嫌だね。はあ、まあ、達戦だったら、まあまあまあ、みたいな。ギャングマジで強いんだよね、本当に。うん、オッケーオッケー。これ、どうすんだ、相手。どうすんだ、これ、延命しちゃうよ、俺。延命しちゃうよ。はいはい。よいしょ。あー、美味しい、めちゃくちゃ。しかも、これ、バルキリーが、マンジ。バルキリーがマンジなんで、はいはいはい、これ丸太でやってあげて、さっこ来そうだね、ここ前プリ来そうだね、めちゃくちゃ。でも美味しいね、めっちゃ入った、めっちゃ入った。でここはもう4コスホグですね、4コスホグ行ってあげて、相手がエリクサないタイミングの、これね、多分インフェギリ間に合うかな、間に合わんかった。オッケー、美味しい。いやー2発、なんなら、おいしょー、でかい。いやマジででかい。いやこのホグ出せるかどうかっすよ、ここの4コス出せるかどうかはマジで、もう天と地の差、マジで大事ですね。まあ、こういうところのね、エリアの把握ってのはやっぱ大事。こういうところでダメアド稼げるからね。まあ、これ、はっきり言って開けて、ロケット来るんかな、これ。ロケット来ましたね。おいしいおいしいおいしい。まあ、これ、多分ね、あ、後ろっすね。後ろやな、これ。マイプリ来そう、これ。マイプリ来そう。マイプリ来そう、来そう。うん、来ましたね。オッケーオッケーオッケー。あ、でもここ、デリバリーで攻めマルタやったな、これ、正解は。やらかした。まあ、いいや。で、多分左にナイト来るから、そうですね。うん。で、これ多分右ギャングかな。インフェでした。これ防衛迫撃でよくね。もうこっから防衛迫撃して、2周目させばいいと思う。2周目の、あ、おいしい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 。おいしいおいしい。これ後ろやな。これ後ろやな。はいはいはい。やってあげて、さあさあさあ、おいしいよ。さあ、これちょっと延命した身はあったけども、延命できなさそうなんで、まあ一旦置いといて、で、丸太飛ばして、飛ばしてあげて、で、インフェ来るかな多分これ真ん中に。オッケーオッケー。これさ、真ん中これ5打って、いや、これ多分あれ来るな。バレで来るな、これ。よいしょ。はい、来ますね。はい。来るんで、はい、こっち攻めてあげて、はいはいはい。で、こっちやってあげて、で、そうすると多分相手エリクサないと思うよ。あ、ないとありましたわ。ないと強いな。やっぱ3コスでこう出せるから、これ相手きつくね。これギャングしかないでしょ。ほい、おいで、オッケー、いい、熱い。これ入りましたね。で、これ5防衛かな。5防衛仕上げて、で、前プリ、オッケー、そっち、でかいよ。さあ、これ、もう多分相手、ハゲギ、もう延命したらもう GG でしょ、これ。もう相手、あれ、ないぞ、これ。なんなら一発いくつね、熱い、めっちゃ叫んでもうた、やべえ。めっちゃ叫んでもうた、やべえ、マジで。近所迷惑なるわ。まあ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 。オッケー、いいね。いやー、めちゃくちゃいい。3連勝きた。3連勝きたな。3連勝で。やばくない？ 3 連勝きた。熱いね。さあ、ラスト1戦いったら最多更新？ん？違う。今シーズンの最多更新ですね。いやー、行こう。いやー、決めよう、最後。MR ナブきた、ナブ。
さあこれはね、まあ、初手破棄言ってもいいけど、まあ、基本的にね、まあ、リスクはあるよ初手破棄って。まあマスケある時に初手破棄はした方がいい基本的にね、うん、まあ俺はそうかな。マスケある時に破棄は立てますね初手ね、やる時はね。まああんまね、まあやってあげると初手ね、まじ、まじぼっちこり持ってかれるんで。さあメガネときましたね、これだるいね。メガナイトスケか。まあ、これ逆サイって禁忌したいな。あのメガナイト禁忌したいな。ここで逆サイ行くことによって相手はね、こう攻めにくいと思うんで。はいはいはい。はいはいはい。ほい。いや、ただよ。聞いてください。これ。聞いてください。皆さん。ミニペの受けないです。これ。ミニペの受けがないです。これ。シンプルに。シンプルにミニペの受けがないです。はい。なんでやねん。なんでやねんってか、両サイドなんでこんな食らってんねん、おかしいやろなんでやねんほんまに。なんで両サイドこんな食らわなあかんねん。メガナイト硬すぎやねんほんまに。メガナイト硬すぎもんであるね、マジで。メガナイト硬すぎもんである。あれあれおかしいなぁ、言うて。そっち行くの言うて。今のなんか、いかなしそうやったんや。いや、この位置できるんやな。初めて知ったな。今のいい防衛できそうやったな、ほんじゃ。マスケだけで防衛できそうやったね、今の。でも相手これエグくね、メガナイトミニペエリババっていう、もうゲチゲチ引いたんやけど、ゲチゲチ引いたよ、これ。どうする？で、これミニペあるやろ。完封してきそう、これ。どう？エグい。エグい、マジで。これキンキーっていうか、あれ、起動っていうか、あれかな、ザップあるから。いや、怖え、マジで。めちゃくちゃ怖えんだけど。こうなんか寄ってきた。ありがとう、マジで。ありがとう。ありがとう、感謝。ありがとう、で、あ、やべえ。どうしよう、受けない、受けない、あ、やばい、あ、やばい、お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 い、やめろ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 、痛い、痛い、痛い、痛すぎる。その一発痛すぎる、やばい。ちょ、待って、ほっときついだけど、どうしよう。え、多分これ相手、タイミングかぶりそう、そう、そうだよね。うん。タイミングかぶり読みのホグ出しました、今。はい、美味しいですね。まあ、ここは、うわ、えっく、マジで、マジでえっくい、マジでえっくい。さあこれはガチ延命仕上げて、さあガチガチの延命しといてあげつつの、やばそうだね、これやばそうだね。さあ釣ってあげたら、やばい、終われます、終わります、ファイブルボーイ、オッケー、やばい、あれやばって、もうほんまきつい、ちょ待って、あ、バルト入ってる、入って、終わったいや、もう待って、もういや、もうこんなんさ、せこいって。だから普通に考えておかしくない？だってさ、俺さ、メガナイトエリババなんかミニペの形にさ、バルキリー丸太マスケデリバリースケまで置いたのにさ、え、何あれ、突破されるって何事、ほんと、ほんと何事だよマジで。あれで突破されるって何事だよマジで。いやー、もうこれはさ、ちょっとさ、もう格上のゴリ押しに行かれた、マジで。ゴリ押し来たわ。てか、あれ守れると思ってんやけどな。俺の中では守れる予定やってんけど、なんか守れなかったね。うん、マジで。強いわ、格上が。わあ、ということでね、今日の動画はここまでにしていきたいと思います。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。